たちの、まあ、アウトサイドシュートだったりフリースローだったりっていう精度が、まあ、良くない中しっかりと、まあ、ディフェンスだったり一つの、ペイントアタックだったりっていうことで、まあ、我慢して我慢して、まあ、掴み取った試合だったかなとは思います。まあ、なので、まあ、そのシュート精度低かったんですけど決して悪いオフェンスではないと思いますし、ワイドオープンもいくつかできてたので、まあ、しっかりとそこを決めきるところまで明日は持っていきたいなと思います。